金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい、今だ今だ。負けちゃったか。あんたはダルイ隊長、そいつは暁の格図です。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。その能力では戦闘兵器に下回る。お前は来るか、ここで命を落とすことにな。傷をつけようが、俺は倒れん。お前の強さは認めてやろう。だがここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。随分と異様な風貌をしてやがる。間合いが効く。一度距離を詰めて叩くしかないか。いざアタック。よっ、今だ。わしゃ、わしゃ、あんたはここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めねえと。本部から連絡です。琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵。そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。よっとよっとよっ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 とはっよっと。報告、銀人兄弟の攻撃により負傷者多数。このままでやってくれ。第6分隊に合流成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おうよ金閣。おいおい、強すぎだろ。
この状況を打開するのは一瞬戦ったとき、弱者は弱者、その差は埋もれねえ。時代は進んでる。金と銀が光っていたの。もう前の時代なんですよ。ここまで抵抗するとはな。よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。持っている者の呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。第一部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした？海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か？現地からも連絡が入って、金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだな。ええ、
この機を逃してはありませんからね。もう少し頼むぞ。もう少しでここの海岸線を抑えることができる。頼むぞ、みんな。もう頼むぞ。金閣、銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白いやつはまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。奴らをどうにかしないと。正気は。すまん、待たせた。キツさん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした、動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ、覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ、容赦はいらん。でも無理だよ、僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長寿。ダメだ、長寿のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に消えた。戦闘開始。しかも分かってるな。全力であんたを止める。しかもガキじゃねえはずだろ。今は守る側だ。アスマに己の子を殺させる気か。優しそうな口がいる。私たちアスマ先生と一緒に小さくして多くの任務を果たしてきた。ダメだ、僕にはできっこないよ。あんたの気持ちの悪い、私たちのあなた方が嫌だ。一緒に勝負ある。ダメだ、この程度じゃまだ封印することはできねえ。やるのと言いたいとこだが。クソ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。長次、僕は。お前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を吐き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持って。
なんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらばへと託す。我、秋道長次は山中なら両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから蝶へと戦い。長次。そうだ、長次、その顔だ。サナギの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろん。やるぞ、いいな。来い。戦闘開始。アスマ先生は仕様がない。ナイスだ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い神秘だ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。ありがとう。よく頑張ったな。
行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だから、しかまる、イノ、協力頼むよ。ああ、ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし、どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合はもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。2日目も今日同様、慎重に。なんだと。ん、どうした、井の一。緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。念をした忍びだと。まさか内葉マダラか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろ、みんな。用があるのはこれだけだ。ただで渡す気はなしか。いいだろう。ならこれをくれてやる。口寄せの術。なんだあれは。でかすぎる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。行け、ゲドウマゾ。開始。これ以上はやらせない。
ちゃんが援軍に来る。それまで持ちこたえるんだ。わかった。楽しみにしているぞ、超人。よくやったぞ、超人。大丈夫か？うん、僕は…でも…やられたな。まさかあんな化け物を出してくるとは思いもしなかった。じき夜だ。一時収束して夜襲に備えての睨み合いになる。戦局は一気に不利になった。本部との連絡を密にして立て直すぞ、だるい。分かってるっす。